ここ四ツ谷、歴史と文化が融合した魅力的なエリア。各国の要人を迎え入れたり、桜の名所もあり、四ツ谷階段なんていうのもある。多様性に富んだ場所。悪くないね。今日も順調ですね。ここいら辺はいい人ばかりだ。一段落したし、休憩にしますか。気がつけばこんな時間。そういえばなんだか腹が減った。よし、店を探すぞ。なんかいつもと違うものでも食べたい気分だな。例えば郷土料理とか、なんて私も舌が肥えてきちゃったかな。まあでもさすがにこの辺りにはないか。おありましたよ、ありましたよ。長崎。長崎は今日も晴れだった。なんてね、ここにしましょう。いらっしゃいませ。今日は飛んだラッキーデーだ。一人なんですけど。あ、一名様ですね、はい、じゃあご案内します。おやおや、お胸もグラバー手のような大きさでしたが、プリプリなヒップもハウステンボス並みのスケールですな。お姉さん、お名前なんておっしゃるんですか。名前ですか。早坂姫です。ですか。これはこれは甘そうなピーチが2つのピチピチ姫だ。いやいや、今日はジェントルマンに振る舞うんだ。さあ、今日は長崎のグルメを食べ尽くすぞ。くぅ、たまりませんね。あのお姫様ともっと仲良くなりたいな。あ、すみません。質問があるんですけど、はい、長崎皿うどん杯盛りというのはどれぐらい大きいんでしょうか。こちらはですね、すっごく大きいです。すっごく大きいの。すっごく大きいの。大きいの大好き。大好きなので、このクジラのスジポンというのはどれぐらい大きいんですか。クジラ？クジラと言ったら潮吹いちゃいますよね。スジポン。スジポン。ですね、メニューお決まりですか。はい、壱岐のクラフトビールのこれと、はい、それから長崎直送アジフライタルタルソース、はい、そして島原のつくね串お願いします。はい、かしこまりました。少々お待ちください。いいですね。私もあと10歳若かったらな。あ、いや10歳じゃダメか。いや、しかしあっちはまだまだ衰えてませんよ。お待たせしました。イキビールとアジフライです。ありがとうございます。美味しそう。くうまい。イキのビールで行きまくりた。衣がサクサクだ。衣を剥がすと美味しすぎる身があらわになる。姫ちゃんの衣も剥がしたい。
お待たせしました。こちらつくね串です。はい、ごちそうさま。追加注文いいですか？あ、はい。五島牛のホルモン炒めと、はい、長崎ちゃんぽんお願いします。はい、かしこまりました。ほほう、これはこれは結構なサイズですね。うんうん、ぽよぽよだ。まるで姫ちゃんのまんまるお月様のようだ。ほーら、とろとろつけちゃうよ。たっぷり絡み合っちゃおうね。うん、感動的なうまさだ。この感動を姫ちゃんにも味わせたい。ホルモンとちゃんぽんです。はい、ありがとうございます。まずいな、また変なとこを見られてしまった。でも私のつくね串はカッチカチの上向きですよ。うん、うまい。これでまたスタミナ倍増。今夜は寝かせないよ。やっぱりこれこれ。たっぷり具材のシコシコ麺にスープが絡み合って、くんずほぐれず、汗だく濃厚ガチンコちゃんぽんだ。いかん。このままではいつやと同じように頬を張られて終わりだ。ここは一つトイレでことを済ますとしますか。ちょっと何すんのよ、この変態おじさん。うん、結局またいつものようにフィニッシュしてしまった。しかし東京にいながらにして長崎ちゃんぽんで腹いっぱい、さらには長崎名物琵琶のようなスイート女子にも会えるなんて。いや、しかし変態おじさんか、なんだかそれも悪くないな。